皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。今回の動画ではプレイステーションストアにて10月26日まで開催されているエッセンシャルピックスセールのおすすめゲームタイトル5選を紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まず最初に紹介する作品はファークライ6です。本作は UBI ソフトのアクションゲームファークライシリーズ最新作です。本作はカリブ海の中心に位置する時が止まったかのような熱帯の楽園ヤーラが舞台。混乱に陥ったこの国でプレイヤーは暴君を倒すための革命運動に巻き込まれながらゲリラ戦と騒乱に身を投じることになります。圧倒的な力を持つ政府軍に対抗するため主人公はヤーラ地方に伝わる創意工夫の精神リゾルバーを身につけあらゆるものを利用して政権に混乱をもたらします。想像力に富んだゲリラの達人フアン・コルテスによってカスタマイズが可能なリゾルバーと呼ばれる武器や道具が多数登場します。ファークライ6ではステルス、強行突破などプレイヤーのプレイスタイルをサポートすることでこれまでにない自由な体験を提供しています。また従来の武器に加え馬や戦車、DIY で作った車など新たな乗り物を使用してヤーラを旅することができます。ソロはもちろん2人での協力プレイも可能です。本作は10月26日まで 65% オフの3234円となっているのでセール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はバイオハザードビレッジです。本作はカプコンのサバイバルホラーゲームバイオハザードシリーズ最新作です。本作は前作のバイオハザード7の3年後が舞台であり主人公は前作から引き続きイーサン・ウィンターズとなっている。物語はイーサン、ミア、そして生後間もない娘のローズの3人が平穏な暮らしをしているところから始まる。しかしそこに謎の組織が襲撃。イーサンは気絶、ミアは殺害、娘のローズは誘拐されてしまう。目を覚ましたイーサンはそこからローズを探すうちに謎の村にたどり着く。そしてイーサンはその村で恐ろしい出来事を体験することとなる。本作は公式からもイーサン最後の物語と言われているように前作のセブンから残されたイーサンの謎が物語が進むにつれて明らかとなっていきます。ホラー要素や謎解き要素はもちろん本作は物語の完成度が歴代バイオハザードでもトップクラスという声も多くあり前作をプレイした人はもちろん本作が初めてのバイオハザードという人でも楽しめる作品となっています。本作は10月26日まで 20% オフの3992円となっているのでセール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はアサシンクリードバルハラです。本作は UBI ソフトのアクションアドベンチャーゲームアサシンクリードシリーズ最新作です。舞台はバイキングの進行が活発だった9世紀のヨーロッパ。プレイヤーは戦士団のリーダーエイボルとして新たな定住の地を求めイングランドの4つの王国ウェセックス、ノーサンブリア、イーストアングリア、マーシア王国へとバイキングの民を導くことになります。本作のタイトルにもなっているバルハラは世界の終焉ラグナロクに備えて北欧神話の主神オーディンが戦士を招聘する神殿を意味する言葉です。バイキングの間では勇猛に戦った戦士は死後バルハラに招かれるという伝承に従い戦い抜いて討ち死にすることが最上の名誉とされていました。本作は10月26日まで 70% オフの2772円となっているのでセール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はストレイです。本作はフランスのゲームメーカーブルートゥエルブスタジオが制作したアドベンチャーゲームです。本作の特徴は何といっても猫となって冒険ができること。スタジオスタッフは当初2名のみでしたが2017年時点では5名となり
最終的には24名となりました。人間よりも猫が多いスタジオだということでも有名となり、スタッフクレジットには猫および犬の名前も載せられました。猫の挙動は見慣れている世の飼い主にもリアルに感じられるよう、スタジオで飼われている猫を参考にして微妙な調整を重ねて作られました。三人称視点で猫を操作し、狭い道を通り抜けたり、細いパイプを伝って登るなどの猫らしい柔軟性や身軽さで進んでいくことができます。一部のステージには敵が登場し、ひたすら逃げるか、もしくは特殊な装置によって倒すといったパートが存在します。本編進行には関係ありませんが、爪研ぎを行えるスポットや水を飲めるスポットも存在します。機上や棚の上を駆け回ることで物を落下させることもできます。本作は10月26日まで 20% オフの2816円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はエースコンバットセブンです。本作はバンダイナムコエンターテインメントのフライトシューティングゲームエースコンバットシリーズ最新作です。本作はプレイヤーが実在のものをはじめとする様々な戦闘機を操り、戦場に繰り出すことで友軍を勝利へと導くエースパイロットとして躍進する。これまでのシリーズと同様に大規模な制圧戦、一筋縄ではいかないライバル機との交戦、戦況とともに変化する戦場など、ゲームプレイを盛り上げるための要素は様々。それらがストーリーや演出と一体となって怒涛のように押し寄せるため、エンディングまでその手を止めることなく没入することができます。各ミッションは物語を進めるムービーパート、ミッション内容を説明するブリーフィングパート、作戦を遂行する上で適切な機体や兵装を選択するハンガーパート、最後に実際に戦闘を行うフライトシューティングパートの4つで構成されていて、それらを繰り返して進めることになります。本作は10月26日まで 40% オフの1980円となっているので、セール前から気になっていた方はこの際にぜひご検討してみてはいかがでしょうか。以上がエッセンシャルピックスセールのおすすめゲームタイトル6選でした。皆さんは今回の動画で気になったゲームはありましたでしょうか。この動画で少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。なお、エッセンシャルピックスセールでは今回紹介したゲームタイトル以外にもたくさんのゲームがセール中ですので、概要欄にもあります PS ストアのサイトをご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。